カスカイスはポルトガルのリスボン県の都市である。市内には国際的なリゾート地であるエストリルを含む。また、ユーラシア大陸最西端のロカ岬へのバスがここから発着している。カスカイスが町として形成し出したのは12世紀の頃である。町が形成され出した初期の頃は行政面では隣の町であるシントラに多く依存していた。13世紀になると、 漁業や農業が盛んになり、リスボンへ食料を供給するようになっていった。14世紀になると人口も増え、行政面では1364年にシントラからの独立を達成し、カスカイス及び周辺の村々はジョアンダスレグラス教が統括する地域になった。中世以来、カスカイスは漁業、リスボンへの航路の港町であったことから発展した海運業。 ワインやオリーブオイル、穀物、果物を生産する農業が盛んであり、定所側に近いという地理的要因もあり、リスボンを守る防衛拠点ともなった。1488年頃、ジョアン2世は海の側に小さな要塞を建設した。この要塞は最終的には防衛上何一つ役に立つことはなく、1580年のスペインと、 ポルトガルの道訓連合が成立した際も貢献することはなかった。この城塞はフィリペ一世の時代にルネサンス建築のカスカイス城塞へと拡張された。またカスカイス周辺の海岸線には多くの城塞が建築され多くが現存する。1755年のリスボン地震においてカスカイスも大きな被害を受けた。1774年 ポンバル公爵セバスティアンデカルバーリョの経済政策により、カスカイス近郊のカルカベロスのワイン生産の保護化、王立の羊毛工場が建設され、19世紀初頭まで残った。半島戦争の期間は、カスカイスも他のポルトガルの都市同様、フランス軍に占領された経験を持つ。軍事都市の性格を帯びていたカスカイスが、国際的なリゾート地へ脱皮するきっかけとなったのが、 ルイス一世による城塞を王族の夏の利休とする転換であった。1870年から1908年の間、王族は夏の間、カスカイスで滞在することが多かった。また、カスカイスではポルトガルで初めて伝統が灯ったことでも有名である。リスボンやシントライの道路が整備されると同時に、カジノ、闘牛場、スポーツクラブが作られ、人口は増え始め、 1889年には鉄道も開通した。この頃建てられた新古典主義建築のカストロギマランイス博宮殿は博物館として公開されている。ありがとうございます。